アカペラのコーナーをやらせていただきます。よろしくお願いします。3日か、33、あと B の33番いないんで、もうずっと言い続けるね。じゃあ、ね、B の30番。はい、あ、やった、当てられた、よかったです。スイッチ、はい、スイッチを歌わせていただきます。よろしくお願いします。スイッチオン、スイッチオン、逃さずにキュッと抱きしめて、隠してたら、ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着いて、落ち着いてられないもん。ヨッキーさん、ヨッキーさん、ヨッキーさんだよね。じゃあもう一回やります。いきますね。スイッチオン、スイッチオン、明日の君を守る、絶対に負けたくない、溢れてく愛の光、逃さずにキュッと抱きしめて、隠してたら始まらないよ、自分のこと受け入れたら大丈夫、さらけ出していつだってほら輝ける、そう胸の奥気づいてる、正直な君の気持ち伝えて、全部教えて、明日の君を守る、絶対に負けたくない、笑顔の魔法を世界変える、触れたら距離はゼロで、きらめき目覚めてゆく、溢れてく愛の光、逃さずにキュッと抱きしめて、すごい続きを歌ってくれているみんながいますね。じゃあね、続いてじゃあ A 行ってみますね。じゃあね、じゃあ A の3番。あ、ありがとうございます。なんか、なんか。めちゃめちゃマニアックですね。ミラクルフルーツっていうアルバムに入ってる曲で、この曲ね、私ね、ブラジルにさ行った帰りの飛行機の中でね、景色をね見た時に作ろうと思ったの。あーだよねなんていうの、高い高い場所というかさ、飛行機からこう見るとさ、街の明かりとかがこうあったりして、あ、なんか人ってみんな生きてるんだなとかって思って、それでね作った曲なんですね。あ、待って、ここ3行目が思い出せない、ちょっと待って。やありがとう、優しい。え、これいい、再生してじゃあプラネットアース歌わせていただきます。窓の
外はプラネタリウムなの。幼い頃絵本で見つめてた星座の形、本当にあったのね。遠い昔へ吸い込まれそう。眠る空に細い線を描き、時計戻す空白の過去へと、反対側で輝き続けていた、数えきれない命の光が小さく揺れている。青い星に限りある時を与え、あ、待って、もう一回やりたい。与えられてだよね。合ってる？合ってる。もう返さないみんなを。これもさ、ちゃんとやりたいじゃん。いきます、プラネットハウス2回目。窓の外はプラネタリウムなの。幼い頃絵本で見つめてた星座の形、本当にあったのね。遠い昔へ吸い込まれそう。眠る空に細い線を描き、時計戻す空白の過去へと、反対側で輝き続けていた、数えきれない命の光が小さく揺れている。青い星に限りある時を与えられて、今日も呼吸をする。終わりを知りながら一人に帰る日まで、君を守って生きてゆく、ずっと